はい、アルミクワガタ、まあ、ちょっとね、あの鏡面仕上げはしなかったんですけど、まあ、それはちょっとこの蒸し感がなくなるの嫌なんで鏡面はしてません。で、まあ、足はこんな感じで、鍵爪はついてます。で、これよく剥く板とかで言われるんですが、一応この通り隙間が空いてるんですけど、これ叩き出して作っております。はい、でですね、まあ、あの完全なやり方までは、まあ、チャンネル登録1000人いったらまたその時は公開しようと思うんですが、使用したのはこの板です。アルミのね、これのでかいのを叩いてやるんですが、まあ、打ち出し板金とかよく言うてるけど、わからない人もいると思うんで、まあ、ちょっと触りだけでもね、ちょっとやってみたいと思います。こんな風に作ったんだよという、ね、ものです。はい、でですね、まあこんな感じであります。で、これを例えばこういうふうに、まあ、ここはね、本当は角を丸くしてればもっといいんですが、図面描いたりして、まあ、そこに合わせて叩いてやるんですが、あんまり叩きすぎると
肉厚が薄くなってちぎれてくるので、最初の頃は、まあ、ちょっと長めに耳を取ってもらったり、角からね決めてもらったり、あと鉄のね究極の違いは普通のチラシ板金と違って木の当て板を使って角を成形するという方法でね、これ実はやります。はい、鉄だともうこれが直角にしかないとか、まあ、これが R に沿ってるものとか、まあ、そういうのがあるんで、ある程度木で調節して柔らかく R がつくように木を使用したりします。でちなみにこの部分はこの方法です。アルミをこういう感じで曲げていくのってめっちゃ難しいんで、1回しか曲げれないんで、ある程度の、ね、曲げを予測してやるのがいいかなと思います。ということで、チャンネル登録1000人いったら次サソリとか、いろんなカブトムシとか作ってみたいなと思います。